カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。ついにこの時がやってきました。このラックをご覧ください。サガット。今ラック98。あと1匹合成すれば、初めての運極達成です。いやもうね、ストリートファイターコラボが始まって、今回どういうコラボがあるかって見て、その見た瞬間に、サガット絶対運極にしようと思って、ストリートファイターコラボ始まった瞬間から、もうスタミナはすべてサガットに費やしてきました。でも、自分で、無課金でやってると、期間内ね、スタミナ使い切っても、なかなか難しくて、友達とかマネージャーとか、とにかくこう時間ある時に、マルチでも、LINE で誘ってもらったり、して、ついにここまでね、来ることができました。で、今は、ストリートファイターコラボ、最終日に撮ってます。で、朝の今4時46分なんですが、お昼の12時には多分これ終わるのかな。だからギリギリでしたね、本当に。それで最後の1匹を取りに行きたいと思います。もうずっと周回してたんで、結構ね、慣れたんですよ、サガットのクエストも。はい、ここですね。究極。ソロ。もうずっと同じパーティーで周回してました。フレンドはルシファー。最後強いルシファーでいきたいね。おー。これでいこうか。特急 L 食べてる。はい。いきます。ゴー！もうずっとこのパーティーでやってたんで。いや、何回やったんだろう。たまにね、2個落ちる時があるんですよ、サガット。ボス倒すと、ピコーンって、卵2個出たり、道中で落ちたこともあったんで。まあ、ただ、ほぼほぼ1体なんで、まあ、90回ぐらいやってるはず。はい。いつもこの、ゼウス、大黒天、大黒天、ルシファーのパーティーでやってました。まず、ここは、大黒天ダブルで。はい。こうすると、ほら、おお、一撃だ！ラッキー。スムーズなんですよ。で、豪気もね、たくさん倒しましたね。もう、ラック30ぐらいなんで。お奥検知取るぞ。ルシファーには当てたいし、ゼウスにも当てたい。こんな感じ。いやー、サガットね、ほんとストリートファイターやってる時もサガットめっちゃ使ってたんで、タイガーっつって。タイガーパクーよし。で、今日のお昼までに間に合えばあと2体取って、3体ね、取っておきたいんですよね。もうこのコラボがなかったらサガット、オールサガットバとかね、組めなくなっちゃうんで。はい。電流が強いんだ、これが。ほら。お、超余裕で壊せそう。そう、これ、奥検知もらえるからね。あべ、バッテリーがない。こういう感じで。はい。これ壊せる。よー、完璧、完璧、完璧。イェーイ！ありがとう。闇の奥検知かな？確か。あ、光？闇？まあ、奥検知。光か。光の奥検知か。ん？まあ、いいや。こう。とにかく大黒天に当てていくと、ザコがね、倒せるんですよ。一番近いの。そう。ね、最初竜とかね連れて周回してたんですけど、意外とこうザコの処理に失敗すると負けることがあるんですよ、たまに。はい、ルシファーで。いや、ルシファー欲しいな。そう、このアビロックのやつは別にね、そんな困んないんですけど、この女の子と真ん中の十字レーザー放ってくるやつが早く倒さないとヤバいんですよね。大体ボスよりもこのザコでやられちゃった。でも僕の周りでもサガットでこう初めて運極とか、もう運極速攻しようと思ってしたっていう人が多いんですよね。そう、サガットアンチ重力バリアでステータスも高くて、なかなかね光属性で使いやすそうだね。さあさあさあ、とにかく大黒天。いいね。豪気倒すのとかもすごい慣れました ね。運極ってやっぱりこう大変なんだなってことも分かりましたね。だから運極何十体持ってる人とかはもう本当にすごい時間を費やしてやってるんだなってことも今回。おい、もうサガット早い。ちょっと早いな。ストライクショットがこれかなりやばいな。ちょっとやばいですね、これ。ストライクショット打たないつもりでいくくらいでいかないと。うわ、位置も良くない。そうなんですよね。ゼウスはちょっとやばいやばいやばい。ターンが遅いんで、これ倒してもすぐ次蘇生なんで、アビロックも倒したいな。迷う。こう行こうか。ルシファーにも当てたいからな。よし、オッケー。サガットは最後の、バトル3？ ボスの最後のゲージだけ多分強いですね。
はい。でゲージミスってたまに死ぬことがあるんですよ。そう、ゼウスはね大丈夫なんですけど、ルシファーと大黒天は集中してないと。特に大黒天早いんです、このゲージが。大黒天でも強いっすよね、めちゃくちゃ。ストライクショットもあのロケット打って周りのダメージボールとか、ね、重力バリアとか無効にしてくれるストライクショット。でもどっからでも結構打ちやすいので、こういう時はもう常に大黒天。はい、これストライクショット打てないかもな、これだと。ギリギリで、ルシファーとか打てたらいいんだけど。あ、やべ、ルシファーに当てたかったら失敗しちゃったな、今で。サガットのあの数字の5が強いのが来るんで、それまでにもうサガットを倒したいんですよね、できれば。こういう感じでちょっと大黒星に当ててルシファーにも当たったらいいな。右行かないで、おっしゃ、大成功、オッケー。さあいよいよこのサガットで、このサガットをいただいて帰れば目標達成。アビロックが怖いけど攻めに行きます。はい、オッケー。で、うーわー、サガットが震えてきております。こういきますかね。はい、引っかかってるかなこれ。あ、引っかかってる。よーし、オッケー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 。大黒天様、大黒天様、ハート金、オッケー。次が下がったホーミングですね。これハート取んなくてもまあいっちゃいいんですけど、一応安全のために。よし、オッケー。お、いけた。それもストライクショット意外と溜まってるね。あの車が来てくれたからターンが縮まっててよかった。重力バリアが邪魔だな。ハートも残しておきたいしな。この隙間とかいけないかな。まあでもちょっと危険なんで。あー、取りたくない。とにかく取りたくないので、ゼウスのでも当たるか分かんない。ルシファー当てていきます。やっぱ、いやー、どうしよう。ハートが取りたくないな。下から回れたら最高なんだけどな。こっちからゼウス、あー、やっちゃったぞー。うわ、怖い。アビロック怖い。ルシファー大黒天。あ、大黒天しか行かなかった。やっぱ。アビロックの嵐や。ただ、ルシファーが溜まるな、これ。もう。ハートもある。これ、ダブル大黒天で。あ、ガイド出てる。よかった。よし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 。ちょっと油断すると危なくなりそうで怖いですね、ここ。OK。そう、最初ね、ベガと、こう、サガットね、今回究極出るって聞いて、うわ、ベガ超むずいとか思ってたんですけど、何回もやってたらベガもね意外と慣れてきて、サガットの方がねちょっと失敗するとやられちゃったり、したりしてましたね。おっと、打ちたいな、これ打ちます。そう、爆発でこれ近くの大黒天もね出してくれるんで、友情コンボ。お、倒した。早っ早っ早い。よし、来たー、ついに来たー。今の卵でついに私のサガットさんが、いやー、号機来なかったけどね。号機もラック30ぐらいには多分なってるんで。さあ、はい、こいつでございます。あ、やっぱオッケンチ闇でしたね、光じゃなかった。はい、いやー、本当はね今までもクイバタとか運極にしてきたかったんですけどね、レチリしかまだいなくて。そう、初運極なんですよ。よし、ドキドキするきた。これなんか演出あるんですよね、ピッピッピッとか言うんですよね、確かね。人のやつしか見たことないですけど、おお、極みになってる。いきます。タイガーう、おお、あれ、あ、このあといきます。きたピピピピピ、やったー。これからね、まあ、ダメージウォールのところは連れていくのはちょっとあれかもしれないけど、運枠として光属性でね、こうステータスも高くて、ストライクショットも、友情コンボもなかなかいいので、ガンガン使っていきたいと思います。いやー、ご視聴ありがとうございました。
このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC、タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他私ヒカキンの LINE 公式アカウント、Twitter、ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。